黒ミンククジラとは、ヒゲクジラ目の一種である。ガスクジラかガスクジラ族に属する。クロコイワシクジラとも呼ばれる。このクジラ種はかつては、ミンククジラと単一の種払へのプテラ・キュトラ・ストレータ、とされた上で、南半球の南極海、南半球水域群などに分けられていた。現在ではこれらは、別種とされ、南半球の通常型には新学名ビーベネレンシス。 が与えられた。B. ベネレンシスは、英名で、サザンミンクホエール、和名では、クロミンククジラとも呼ばれる。また、和名では、クロコイワシクジラともされるが、イワシクジラと特に禁煙というわけではない。日本ゲイ類研究所は、調査捕鯨の結果から、クロミンククジラは、成熟メスの90%以上が、毎年妊娠し、繁殖力は、非常に強いとしている。 同じ調査捕鯨の結果によると南極海のミンククジラは商業捕鯨の末期に日本とソ連が集中的に捕獲を開始した1970年頃を境に捕鯨禁止を経て現在に至るまで生息数の増加の停止が観察されている。捕鯨禁止によりほとんどすべての捕鯨対象であったクジラ種が増加傾向にある中でこれは得意な現象である。 これについて、同研究所は、ザトウクジラとクロミンククジラとの間に起こった、優先種の交代と見ているが、これにより、すべてが説明されるものではない。ミンククジラ2種は、1960年代の日本による、南極海での試験操業で確認されるまで、同一の種とされたほどで、極端な違いは見られない。ミンククジラの手びれには、白い模様があるが、 クロミンククジラの手びれに模様はなく、それが顕著な外観の違いである。生態での体長は8.5から9.0メートルほどであり、ミンククジラよりやや大きい程度である。クロミンククジラはその餌として、南極海に多く生息するオキアミやプランクトンのみに依存している。ただし、ロス海では魚類の捕食が確認されており、もともとは魚なども捕食する。 雑食性であったものが、捕鯨によって減少した大型クジラ類が捕食するはずであった沖網資源に余剰が生じたためとする説もある。クロミンククジラは他のヒゲクジラ同様、高緯度海域の接触域と低緯度海域の繁殖域の間で大回遊を行う。夏場は接触域である南極海で採掘し、秋から冬にかけた9月からの3ヶ月間は温暖な、 低移動海域の繁殖域で繁殖するとされる。繁殖域ではほとんど捕食しないとされ、移動途中や繁殖域での捕食は確認されていないが、他のクジラと比較して小型であり、接触域にいる期間も短い事実から、何らかの接触が行われているだろうという指摘もある。クロミンククジラは、赤道近くまでは回遊するものの、赤道を越えることはない。 黒ミンククジラの生息数については諸説ある。1980年代にはミンククジラの南極海南半球水域群が76万頭生息していたのではないかと推計されているが近年出された暫定報告ではこの数字は大幅に下方修正されており現在国際捕鯨委員会の科学委員会で検討が行われているが2008年の時点で 生息数に関する合意は得られていない。ただし、南極海だけで数十万頭規模のミンククジラが生息しているのは確実とされる。クロミンククジラの商業捕鯨モラトリアム以前の生息数は、クロミンククジラの商業捕鯨が1971年と比較的最近に始まったこともあって定かでないが、1970年代に、 初期生息数は20万頭程度と報告されたことがある。ライリー、SB、バニスター、JL、ベスト、PB、ブラウン、M、ブラウナル・ジュニア、RL、バターワース、DS、クラパム、PJ、クック、J、ドノバン、GP、アーバン、J& ジルビニー、AN2008、バラエノプテラ・ベネレンシス。イン。 IUCN2009-2009IUCN Red List of Threat on t h Species バージョン2009.1 www.iucnredlist.org ダウンロー o a d e d 4 s e p t e m 2009捕鯨に生きた生残道書店1997 152ページ1964年のクジラ県通信で発表された 種として、正式に分類されたのは90年代である。村山つかさ2008、大隅木クジ鯨は昔陸を歩いていた。村山つかさ、笠松藤をここまで分かった鯨と、イルカハットザインターナショナルウェーリングコミッション、ホエールポピュレーションエスティメーツ。二千十一年七月十五日閲覧。対立する議題の提案はせず、IWC、静かな出だし。 四十七ニュース二千十三年七月二十日閲覧 rm ローズシールズ＆ホエールズ・オブ・ザ・サザン・オーシャンフィル・トランス・アール・ソーク・ロンドン・ビー二百七十九八十一から九十六。 http://rstb.royalsocietypublyshing.org コロンススララッッシシュュスラッシュコンテントスラッシュ279スラッシュ963スラッシュ812013年7月20日閲覧 <music> ありがとうございます。